サンパウロ仙台七夕祭りは、ブラジル連邦共和国サンパウロ州、サンパウロ市中心部にあるリベルダーデ地区において開催されている七夕祭り。ブラジルで、七夕祭りは七夕祭り、または、七夕を星の祭りと解釈して、フェスティバルダズエストレラスと呼ばれているため、東祭りを指して、そのように言う場合もある。例年7月に開催しており、 日系ブラジル人社会の枠を超えて、サンパウロ市のイベントカレンダーに乗るほど大規模になっている。広場や歩行者天国になった通りには、出店が並び、仙台市の七夕飾り製作業者から、技術指導を受けた楠玉付きの大きな吹き流しが多数、飾り付けられる。また、和太鼓やエーサー太鼓、日本舞踊やよさこい、空手の演舞や秋葉系のダンスなど様々な、 日本文化のステージやパレードが繰り広げられ、ミス・タナバタ欲衣コンクールも開催される。同祭がきっかけとなって、ブラジル国内の30以上の都市で、タナバタ祭りが開催されており、国土のほとんどが南半球にあるブラジルにとっては、冬の風物詩として定着している。日系人団体のブラジル宮城県人会及び、 リベルダーで文化福祉協会が共催してきたが、2007年にアクルが県人会に許可なく、仙台七夕祭りを商標登録し、県人会に名称の使用禁止を言い渡したことで両者の対立が表面化。サンパウロ市当局が両者の仲裁に当たったことで共催が続いてきたが、2013年には仙台の名称を外して、アクル単独で開催された。 リベルダーで地区にある以下の場所で行われる。ありがとうございます。